はいどうもコンシルジです夏ですね、いよいよ夏が来ました。で、えーと、夏は復縁にとってとても大切な時期なので、何が大切な時期なのかっていうと、あの復縁のきっかけになるんですよ直接夏に廃、はい、復縁しましたみたいな出来事は、やや起こりづらいは起こりづらいんですけど、夏は復縁がこうどんどん進んでいくためのきっかけというか、起爆剤的な、そういう季節になるんです。 なので、この2022年夏、我々、え、府県勢は、あ、府県を目指して、いろいろ自分磨きの活動をしていかなければならない。っていうのが、データで。最近僕、データでっていうのが、今更好きなんですけど、データで証明されておりましてですね、結構、あの、これ、どこでもそうなんですけど、マッチングアプリ会社とかが、大体その季節系のアンケートとかやってるんですよ。で、え、どのアンケートでも、大体皆さん、あの、異性を魅力的に感じる季節、いつですかみたいなのが結構データで出ててですね、 で、半分ですね。世の中の人間の半分以上ですね。半分以上です。半分以上が夏って言っております。で、えっ、ー、と、残り50%を3で割ると16、16%か。たい大体16%ですね。100人中16人って少ないですよね。例えば春に、えー、異性に対して魅力を感じるっていう人は、100人いたら16人しかいないです。秋に魅力を感じるよ、異性にはっていう人は、やっぱり16人しかいないです。大体ね。大体ですけど。冬は若干少し多くなるかな。12月とかあるからね。 でも夏はもう50%以上の人たちがいやー、あ来いっていいねと、異性は素敵だねっていう風に感じるということが、ああ、様々なデータによってこれ証明されておりますので、えー、そのね、データのリンクとかも貼っておきますから、興味がある方は読んどいてください。なので、我々今の時期に頑張らないと、他の時期ももちろん頑張らなきゃダメですよ。あの、夏頑張れなかったら復元できないっていうわけでは全くないんですけど、せっかく今の時期を迎えている人はこの夏大切にしてください。 で、一番重要な話をこれからするんですけど、それはまあ恋愛のデータなんですけどね。恋愛のデータってでも基本的に復縁にもそのまま応用できますから、まあその話をしますけど、実際に、じゃあ実際に付き合った季節はいつなのっていう調査とかも結構あるんです。で、それも、それもリンク貼っておきますけど、あのね、男性は実際に正式に付き合うのは3月から4月なんだって。男だってもちろんだけど、男は逆にもちろんだけどさ、夏って、 女最高って思ってるんですよでも実際に正式に付き合うのは4月3月が多いんですで女性はね、あのー、一番多く正式に付き合う季節って何月かっていうと8月9月9す夏なんです要はこれどういうことだと思う女性の場合7月から今の時期ぐらいからだんだん開放的になってきて楽しいいろんなイベントがある水族館に行きたい花火大会やりたいあ花火大会に見に行きたい花火もやりたいとかさ で、その他にもいろいろあるでしょあのー、まあ、スイーツ、夏系のスイーツが美味しい。えー、どっか遊園地とかね、えー、ディズニーランドとか行って、かき氷食べたいとか、いろんなやりたいことがある夏、どれだけ暑くても。で、男の子と仲良くするじゃん。で、まかり間違ってるというか、場合によっちゃ肉体関係するわけですよ。そのまま女性の場合は、8月9月に正式に付き合うことになることが多いってことです。だからこれは誰に役立つかというと、男性のあなたに聞いてほしいですよ。 女性はその夏のノリでそのまま夏が終わるかなぐらいの時にじゃあ付き合おかみたいな形になるのが好きってことですね。で男性の場合は3月4月なんですよ。3月4月に正式に付き合うのが多いの。これ簡単に言うと男はその段取りを組んだりとかあのやることがあったりとかあの同時進行でいろいろ進められないので一旦区切りつかないと話進んでいかないんですよ。それが男なの。なので3月4月のので月月か区切りの時期 まで例えば夏、仲良くなったとしても、そっからいわゆる恋人を、友達以上恋人未満みたいな時期が続いた挙句、で、その間女性は肉体関係とかもしちゃったし、え、なんで付き合ってくれないんだろうって。<laughs> 僕も今の妻に言われたことあるけど、え、なんで付き合ってくれないって言われたことあるけどさ、いや、ちょっと待ってと、今時期じゃないっていうのが男だから。うん。で、それはその段取りがあるんです、男の中では。 そういうい思考回路で生きてるから男はね計画で生きてるのが男なんで今,今時期じゃないからって言ってるわけです。で例えば3月とか4月とか霧のいい、自分にとってキりのいい季節時期のタイミングになった時にじゃあ正式にね、えー、付き合うかっていう話になるんですよ。で世の中の男たちは大体、まあ、あのほとんどがサラリーマンであってで、まあ、世の中の時期の変わり目っていうか年度の変わり目は3月4月なわけですから3月4月にじゃあ付き合うか。 で、女の子は、いや、半年間放置されたけど、うん、やっと付き合って言ってくれたわ、こいつ、みたいな感じで付き合うことになると。うん、今の話は女性が参考にしてほし,しい話ですね。だから、男であれ、女であれ、今このね、2022年のこの素晴らしい夏の時期を、夏の季節を、最大限自分磨きのために頑張っていかなければならないんです。で、僕だっていろいろ活動しております、すでに。もうあの、僕ずっとコロナガチ勢だから、コロナ、コロナ防衛隊だからね、もう。 だったからもう工業用の防毒マスクみたいなやつまで買ってあるからうんそれぐらい僕2年間半まあ10今年の12月で丸3年になるんだよねうんずっと頑張ってきたからもう無理とあもうオミクロン株になったらいいでしょと思いながらですねもちろんマスクとかしっかりしながらすでに夏的な活動をたくさんしてこのかけがえのない1年の夏を楽しく過ごしていこうと活動しております僕も。うん なのであなたもいろいろ活動して頑張っていってください。で自分磨きをしていくいろんなチャレンジをしていくそれを写真に撮ってってくださいちゃんと動画に撮ってってくださいもちろんね経験するだけでも大切経験するだけでも意味があるんだけどやっぱり写真とか動画に残さないとで写真に撮ったらそれ現像しとかなきゃダメだからねスマホの中にあってもいいけどなんかうまいやつはうまいやつっていうかいい写真は何個か現像してさ今簡単に現像っていうかプリントアウトできるんだからさ 現像って言っちゃった。<laughs> ちょっと言葉古いけど、ちゃんとプリントアウトしといてさ、それを記録に残しておいて、僕みたいに絵日記みたいな感じでもいいし、その、夏休みの自由研究でやったじゃん、楽しいこと。写真を貼って、なんかこの日何があったって貼るとかさ、そういうワクワクする活動をしようぜ。復縁目指してるんでしょ普通の恋愛で、こう、普通にさらっと会って、あ、素敵、仲良くなろうと思ってっていう流れじゃないんだから、復縁は。 全然普通の恋愛ではやらないことをやっていかないと普遍なんてできないんです。でもそれって本当に簡単で、すごく楽しいことをすごく楽しくめっちゃやればいいだけなの。うん、で、もちろん楽しいことばっかりの中に苦しみ、苦しいとか、例えばダイエットとか苦しいじゃん,、うん。そういうのがあったりするけどさ、苦しみもあるんだけど、その苦しみさえも楽しみながらやっていく。それがこの夏でございます。おめでとうございます、皆様。夏ですよ、本当に。 で、それを自分の SNS とかね、えー、もしくはその LINE のプロフィール画像とか、そういうものに、その写真、撮った写真とか、みんなでわーいってやってる、乾杯ってやってる、夏のビアガーデンのカーお肉が食べたいですなあそういう写真を、例えばプロフィール画像に設定してね、LINE の。で、自分の顔がちょっとメインで真ん中に来るように、ちょっと、やや大きめに来るように。男だったらそれぐらいやらないと、女の子は顔出すの恥ずかしいわかるよ、それは。男だようん。 情けないから振られてるんでしょ <laughs> ね、格好決めましょう、そこは。うん、あの、自分の顔写真ぐらい、ちょっと、ちょっと分かるぐらいの顔写真とか出しておいて、で、それを、まあ、例えば元カノとかが見ればさ、おって思うんですよ。やらないんだもん、みんな。やろうぜ。夏ですよ。僕だって恥ずかしいよ。わざわざこういう格好してんのさ、今。ね。 なんでグラサンかけてんのって話でしょ。でも、この楽しさ、このワクワク感をあなたにも少しでもこう、伝えたい。あなたもそのノリで、福音自分磨きを頑張ってほしいから、年がいもなくこんなことやっているじゃん。やろうぜ。若いんでしょ、ほとんど僕より。僕42歳ですけど。うん、今でもワクワク感を忘れず、うー子供たちとわーいってはしゃぎ回っておりますよ。だから僕より若い連中なんて、もっと動かなきゃダメだからね、ほんと。どんどん遊ばないと。 そうすると、あなたが男性の場合、えっと、元カノとか元カレが、ちょっと、んって気になり始めて、例えばじゃあ9月とか、夏終わった頃にあなたが連絡した時に、久しぶりに飯でも食わねえかって、連絡した時にまあその時期なんだから、女の子が恋に押しやすいとか、そういう時期は9月、8月9月なわけだからね。だから、まあちょっと会ってみようかしらみたいなムーブになるじゃん。 であなたが女性の場合でも絶対に3月4月まで待たなきゃならないっていうわけではないからねないけどちゃんとさ夏っぽいセクシー感を出していってさもう恥ずかしいって気持ちはわかるけどちょっとでも努力していかないとそこはねえタロット占いとか <laughs> ずっとやっててあの外見も側もねメイクも髪型も何にも変わらず普遍なんてできるわけないから本当にうん、どんどんセクシーになっていってそのセクシーさの中に真面目さもあり品性もあり可愛らしさもあってって可能でしょ あなたにははでできるはずでしょうそうすると例えばじゃあ夏の終わりぐらいにちょいちょい連絡取れるようになってまああのセフレみたいな関係になってねで女の子をまあ僕のファンだったら分かっていると思いますけど初見さんいるかもしれないんででそこから重さを出さず元彼とその肉体関係を楽しむっていうあの一緒にやるスポーツみたいな感じで楽しむっていう感覚があれば男はどんどんのめり込んでいくから。あの エッチしただけなのに元カノとエッチしただけなのに私のことどう思ってんのって言ってくるのめ,めっちゃうざいんですよ、うん、男にとって肉体関係ってほぼスポーツなんですすごいエッチな気持ちになるスポーツなの、うん、しただけなのにすっげえその人生の決断が迫ってくるんじゃんそれは嫌なのさだからその辺を女性の方は抑えて3月4月まで待て3月4月まで耐えがたきを耐えて忍びがたきを忍んでね 待 <laughs> ってからですよ。そこから、まあ、彼が霧のいいタイミング、あまあ、その3月4月に限らず、例えば彼の人生とか仕事の流れでね、キのいいタイミングがもう年明けからとか、そういう人たちもいるかもしれないから、とにかく彼の霧のいいタイミングで、彼が一段落ついたタイミングでね、これから何か切り替わるっていうタイミングで、かなり積極的に、あのー、まあ、アプローチがね、仕掛けていったり、なんか結構プレゼント的なものを渡してみたりとか、 で、その、まあ、肉体関係とかして、で、終わった後とかしてる最中に、もう、しながら私のことどう思ってるのって聞いたっていいし、うん、そういうノリ、重くなくしてほしい。で、あとはそのタイミングのね、3月4月のタイミング。その段取り、その段取りの根っこは、そう、夏でございます。皆さんおめでとうございます。頑張っていきましょう。もう僕は本当夏大好きだから、うん、あのー、皆さんも頑張って、 楽しもうどれだけ暑くても熱中症にならないように気をつけながら散々動き回ってください。